おはようございます。おはようございます。三枝心の兄です。リサです。初共演でございます。そうですね、はい、はい、あの今日はですね、私がなかなか100切りができない動画で困ったっていうか、最近は5ラウンドくらいずっと100切れないなんだけれども、お前ちょっと頑張ってみろよっていうことで、実はとある企業さんに次回の100切りをスポンサードしてもらえることになったんです。かっこいいよね。で、今回どんな手を使ってでも100切りしなくてはいけないということで、助っ人で来ていただきました。はい、よろしくお願いします。あのリサちゃん見てるとよしやるかみたいな、嬉しい、なんかそんな感じになるので頼みたい。実はこう原宿のオークリー原宿に来てるんですけれども、サングラスの有名なメーカー、はい、ゴルフウェアもあるんですけれども、うん、ここのサングラスのメーカーの方がこのサングラス使ってみたらどうと、ていうかゴルフ 100% メンタルだと思ってて、気持ちで変わっちゃう気がするんですよ。まあそうですね、だからサングラスつけてみるのいいんじゃないと、うん、次回の100切りラウンドで使うためのサングラスを選びましょうっていう動画でございます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。サングラスがいっぱいあります。今回協力してくれるオークリーの田中さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回動画に協力していただきありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。実際ラウンドする時も見届けてくれる、はい、見届け人になります、はい、サングラスを使えば僕はゴルフはもうメンタルが変わると。なんか暗いんじゃないですか、はい、だからうんターミネーターターミネーターみたいな、なんかそのよりそっちに期待してたんですけど、はい、あ、そうなんですね。なんかカッコつけてるとか、あの思われがちなサングラスなんですけど、はい、あのかけるなりのメリットがすごいたくさんあるんですよ、はい、一つはあの結構ゴルフ場ってずっとこう長時間紫外線を浴びることになりますよね。目から入る紫外線によってあの体が疲労していくんですね。それをあの紫外線を 100% カットすることによって体力を無駄に消耗せずにあの最後までこう頑張れる。確かにマラソン選手がそうしてますよね、うん、あ、そうですね、確かそういう理由ですよね、はい、そうなんです。で、なんか眩しかったりするとあのこう目を細めたりしますよね、人って、はい、そうすると知らず知らずのうちに肩に力が入ってグッとこう変な力が入っている状態が続くんですね、うん、そうすると疲れにつながる。もう一つ目は、はい、あのいろんなレンズのカラーがあるんですけれども、ゴルフ場用のレンズだったりとか、あのいろいろあの個人のお好みによって選んでいただけるんですけど、うん、はっきりと視界が見えることによってあの目標が定めやすくなるんですね。例えばすごい眩しかったり、うん、あのすごいあのロングホールだったりすると見えづらいですよね、うん、あのどこを狙ったらいいのかとか、うん、そういう時にあのアンジュレーションだったり距離感がはっきり分かることによって目標を定めることができて選びやすくなってきます。はっきりする、はい、すみません変な質問なんですけど、はい、2打目打つ時とかにこういうアンジュレーションとか見てるんですか。やっぱりあそこってこうなってそうだな、うん、なんか様子あの辺様子おかしいなみたいな。あ、そうなんですかじゃあちょっとなんか平らなとこに置いて打ちやすいとか打った方がパーは確実かな、とりあえず打つかみたいなあ、なるほど。全然考えます。あとこの歪み感とかもありませんか。あ、レンズのですか。ちょっと歪んでる方が好きっていう方もいれば、はい、結構平らな感じの、このレンズのカーブの形ですね、きっと今リサさんがおっしゃった。視界も変わるんですか。一応オークリーの場合はちょっと秘密がありまして、はい、オークリーの結構大きな特徴なんですけど、あのどんなあのカーブであってもあのこう薄さが実は均一じゃないんですね。あのカーブに合わせてあのレンズの薄さを変えているんです。実は微妙にそれによってあのカーブはかなり大きいんですけれども、はい、かけた状態であのどこで見ても必ず歪まないようになってます。ちょっと細かい話なので最初はあの2つのポイントには入れてなかったんですけれども、あとはその話から続けてあのオークリーの大きな特徴をもう一つ付け加えておきますと、すごく衝撃に強いんですね、レンズが。なので、まあ、なかなかないケースだとは思うんですが、万が一パーで飛んできたボールが仮にレンズにパンとすごいあの勢いで当たったとしても目が怪我をすることはないです。かけていればかっこいい、はい、ちゃんとあの実験もかなりされていて、あ、そうです。目に負った怪我ってあの治らないことが多いんですね。結構皆さん守らない方が多いんですけども、あの見やすさだったり疲れにくさ以外にもその目を守るというそのオークリーの根本 の, あのテーマである安全性が、はい、もあの一役買っているというところですね。今ねセルフのゴルフが多いですからね、ちょっとどうなるか分かんないですからね、はい、そうですね。でちょっとあのたくさん種類があるので、はい、あのこんがらがらないように、はい、代表的なモデルをちょっと並べてみてます。はい、で
これが松山英樹選手が愛用ずっと愛用しているレーダーロック、それっぽいですね。はい、多分あのカラーが違うのでピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、あのずっとこれです。でこれはあの今年あ去年か、かなり好調だったキム・ハヌル選手が愛用していた EV0 という、あのオークリーの中で最軽量のモデルです。でこれがフラッグドラフトといって、あのこちらがシールドレンズといってレンズが一体型なんですけど、かなりこうプロっぽかったり、あの上手い人がかけるイメージを皆さん持たれて、1枚のレンズ、はい、そうですね、まだ初心者だし恥ずかしいわとか、あのそういう抵抗がある方は最初はこういった一般的なサングラスの形に近いようなものがおすすめです。白いフレームだったりすると爽やかなので女性の方にも人気がありますね。これがあの宮里愛ちゃんが愛用しているクロスレンジというモデルです。あの見た目は普通っぽいんですけれども、鼻のところがオークリーの特許素材の滑らないゴムがついていて、でそれがあのここの耳のところにもついているので、あのとてもあのフィット感がよくて滑らないです。で実はこうテンプルがこうワンタッチで外せて、あらかじめ2種類ついてるんですね。ゴムがついてると、結構スポーティーな印象になりますよね、はい、それがあの普通のこうストーンとしたあのあ、はい、普通っぽい、でも使えるように、はい、でこれはもう入れるだけなので、とても簡単です。素晴らしい。でも確かにこういう方だと、ゴルフ終わってそのままゴルフ場出ても全然変じゃないし、ですね、普通に車にあったらかけて運転できちゃう感じです、そうですね、なので今これあのゴルフ用のレンズが入ってるんですけども、このレンズ以外は全部これ同じレンズなんですね、種類が、はい、へえ。プリズムレンズといって一言で言えばコントラストをはっきりさせて、あの視界を見やすくするレンズなんですね。くっきりさせるみたいな、はい、実際にこちらでゴルフレンズいっちゃっていいですか、はい、あ、確かにここのバンカーのところもこう見える、くっきりしますよね。で、グリーンもこう見える、はい、すごい。そうなんです、すごい。芝目もちゃんと見えます。あー、すごい、はっきり見えますね。リサちゃんが言ってた、ここに落としたらこうなりそうはちょっと分かった。分かります、このグリーンの手前ですよね。あ、そうそうそう、分かりそうな気がする。すごい、見えとします。あ、そうなんです、似合ってますねすごいかけやすいです、ここが本当にずれない、なんか走っても大丈夫です。これあのリサさんがさっきドライブそのまま運転でもいいよねっていう話されてたので、あのゴルフ用のレンズじゃなくてあの普通の、あ、ここに合う、またちょっと違う、なんかブランドのポスターみたいな、似合うかなと思ってすごい、本当にすごい、動かないし、で構えてあのこう下見るときも動かない。あ、それはいいかもしれない、はい、マスオさん状態にならないと。あ、そうですそうですこういうことですね、はい、確かに私こう下向いてちょっとこうなんか上げるときあります、なんかこう下がったなっていうとき。結構あのサングラスしない方で、たまにおっしゃる理由が、あのかけてるとなんか耳が痛いとか、そういうことをおっしゃる方がたまにいるんですけど、あのオークリーの特徴のもう一つなんかいろいろ出てきますね。行きましょう、みんなオークリーの勉強しに来たんですけど3点であの支えるっていう構造になってるんですね、どのモデルも基本的には、はい、鼻とこの両耳の3点こう重さを分散させるので、あの1点に集中することがないんですね、だから軽いですね、はい、であとここに並んでるものも全部そうなんですけど、あのストレートなんですね。よくあるメガネの耳の後ろがくるって曲がってるものっていうのがあります、はい、がないので、もうここあの頭にこうふっと包み込むようにフィットさせるので、はい、それであの耳が痛くなったり鼻がすごいあの極端に跡がついたり痛くなったりっていうことがないです。でもこれだけあると迷いますよね。迷う、どう選ぶんですか人は、見た目、僕なんかつけちゃうとどう見られるかやっぱ一瞬で気にしちゃったもん今、はい、周りの目を気にする、ダメじゃん自分で言っててあれだけでもせっかくなら、あのつけてて気分が楽しい方がいいと思うんですよね。なのでオンオフみたいな感じ、自分が最高にイケてるっていう感じの、ですよね。やっぱり女性からしてもこう自信を持ってつけてくれた方がなんかいいじゃないですか、
マにつける理由の一つ、もう一つ理由としては、あの自分のこの表情を悟られない、うんうん、あの動揺だったりとか、はい、そのためにはあのちょっと薄いレンズだとダメなんですけど、あの濃いめのレンズで、あの自分の目が見えないようにするっていうのも一つなんですね。濃い、もう自分が映っちゃうぐらいです。もう私映ってます、ね、見られないですね。はい、これあとあのこう普通に、ああそういうことですか、はい、あの目が見える状態でありたいっていう方、はい、いろんな人がいるんですけども、うん、結構日本人の方はあの目が見えないと失礼っていう思われる方もいらっしゃるので、うん、そういう方はあの目が見える薄めのレンズを使っていただくと、うん、抵抗なく使っていただけると思います。透き通って目が見られているか見られてないかっていうところで一つ選びましょう、はい、っていうのはあるってことですね。そうですね。あとはレンズが1枚でいくか、はい、セパレートでいくかですよね。そうですね。はい、でせっかくなら今日直営店ですとカスタムができるんですよ。あの好きなパーツのカラーを選んで、はい、あのその場でお持ち帰りいただけるっていう、あの細かいパーツもすごい、はい、選べるので、今までこういうシールドレンズ1枚のレンズってつけたことありますか？はい、じゃあ松山英樹選手が愛用している、うん、このレーダーロックのモデルで作ってみたらどうかなと思ってるんですけど。俺は松山英樹だと、うん、そうです、打つ前にスパーンパチン、そうこれは俺は欲張り形はモデルはこれで大丈夫ですか？はい、はい、じゃあちょっとここはあのカスタムのプロがおりますので、お願いします。はい、よろしくお願いします。紹介いたします。クジラ岡さん。クジラ岡と言います。よろしくお願いします。普段ここにいらっしゃるってことですね。そうですね、あのお店で、はいはい、完成形がこういう状態にはなるんですけれども、うん、それぞれパーツが分かれています、うん、実はで細かく見ていただくと、下にあるのがメインのフレームのカラーですね、はい、はい、でプラスこういう横のですねワンポイントのカラーと、あとはまあすごいオープニーのこの辺もお好みの色でお作りすることがめっちゃいっぱいあるできるんですね。結構人気な色っていうのがやっぱりまあ白黒、まあ、この辺も定番で人気はあるんですけれども、うちのゴルフウェアとかですね、ゴルフバッグとかに合わせて作る方も結構いらっしゃいますね。とりあえず行っちゃってる感じの組み合わせからいって最終的に行っちゃってる感じの方がいいですね。まずはネタでこういうのあるよみたいな、結構派手な感じでいくと、はい、こういう感じですか。もしこういう色にする場合は、横の色はこう白とか、落ち着いたカラーをつける方が多いかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとこう、いっちゃってる感じだ、うん、目立つ感じだったら、もう本当に紫とか、ね、紫とか、こういうイメージですね。すごいですね、子供がつけそうな、エヴァンゲリオン、ああ、確かに、いっちゃいますよ。オークリーマン感ありますね。いいですか？バトン悪そうな方が似合ってるのかな。結構今って派手なウェアがどうでしょう、普段着られますか？僕はもうほぼ企画じゃない限り白黒グレー青、ここにシルバーがあったから、あシルバーいいかなっていう風に普段の自分だと言っちゃうと。今さっきおっしゃってたキャディバッグって言ってたんで、あキャディバッグの色はこのくすんだ水色かこれに近いからこれだと合うのかなっていうふうに思った次第でございますが、でもシルバーでも結構こう強めな感じには、そうですね、うん、つけてる感は一回出るかなっていう、にここ青とかです。それはでもいいかもしれないですね。ダイビネーター感であればやっぱこのシルバーはいいと思います。これだったらだってこのままつけてランニング行っても、ね、そうですね、確かに全然変。あ普段の気持ちで言っちゃうと、もうこう全く同じ色にしてくれっていう、ほぼなんかない人になりたいな。じゃあ白でいきます。そうそう白でいきます。それでいきますか。これでいきますか。はい。やっぱりアイアってこう前から見るよりもプレー見てても絶対横顔の方が目立ちますから、そういうところにワンポイントあると非常に綺麗かなと思いますね。はい、これでいくらくらいなんですか。はい、このゴルフのレンズを入れると税込み32,400円。おうおう、はい、てかサングラスってそんなに、そうでしょ、そうですね、大体オクリのサングラスはまあ2万円後半ぐらいから、これも今日出来上がるんですか。10分ぐらいで、あ今から組み立てる。ここ実は1階と地下1階もあるんですよね、はい、ゴルフウェアもあるんですよ。そうです。でどうせだったら僕も全部オークリに進んでオークリーマンになろうと思ってオークリーマン頭悪そうな名前ですか。オークリーマン、いや、流行ると思います。
今回は全身オークリでいこうかなと思って。去年からかな、このロゴよく見るんですよ。よく見ますか、うん、これ一つ組になってるんですか。結構あの袖のここから一緒なんですか、なんだこれは。あ、すごい、わかった。着ると分かりますね。面白いっす、はい、